こんにちは、ファブリカです。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは刺繍やソーイングのコツをお伝えしています。今回はお弁当箱を入れる巾着袋を作ります。裏地なしの1枚仕立て、マッチは折りたたむだけのシンプルな形です。お裁縫が苦手な方でも短時間で作れると思うので、ぜひ最後までご覧ください。サイズは縦が19センチ、横が26センチ、マッチが5センチ、5センチで10センチついています。マッチを広げるとこんな感じです。小さいお子様か女性が使うぐらいの2段のお弁当箱がすっぽりと入ります。これが出来上がりの寸法になります。で、型紙は、無地や上下方向のない生地の場合はこのようになります。下の底の部分は輪にして取ってください。紐は75センチが2本です。縫い代は周り全部1センチです。柄の方向合わせが必要な場合、その場合は前と後ろをそれぞれ取って、そこに1センチ縫い代を足してください。大きな柄物などは少し余分に生地を買っておいた方が安心だと思います。布に直接書いて裁断する方も多いと思いますが、型紙を作っておくとまた後で同じものを作る時とかにとても便利なので、私はいつも型紙を作っています。では具体的な材料です。ここが 28.5 なので輪になっているので、縦が57センチ、横が28センチです。で、75センチの紐が2本です。この段階か裁断の時に合い印をつけておくと、後で途中で測らなくて済むので楽です。この開き止まりですね、あと下のマチの分の5センチのところ、ここに縫い代にちょこっとだけ切り込みを入れて合い印をつけます。ちょこっとこんな感じで切り込みを入れておきます。後でロックミシンをかけるのでちょっと見えなくなっちゃいそうなんですけど、意外と見えるので心配いらないです。で、切り込みを入れるのが嫌な場合はチャコとかで測って印をつけておきます。どっちでもいいです。これプリント生地なんですけど、ちょっと画面で裏表が見づらいと思うので、ちょっと表の印をつけます。ではほつれ止めのロックミシンをかけます。両端にかけます。ロックミシンがない方はジグザグミシンでも良いです。で、ロックミシンもジグザグミシンもない場合の縫い代の始末はまた別の機会に他の動画でご紹介したいと思います。このロックミシンをかけた後の糸端の処理をします。このギリギリで結んでカットするか、針に通して縫い終わった縫い目に糸と布の間にこうスーッと通して、で、長い分はカットする。どちらかの方法で処理してください。
ではこの部分にアイロンをかけていきます。縫ってる途中じゃなくてこの状態でかけておくと後の作業が楽です。1センチ折って 3.5 センチ折ります。こういうアイロン定規っていうのがあるんですけれども、これがない方は厚紙とかで作っても使えます。こういうのがある人は1センチで折ってアイロンをかけていきます。でこういうのがない場合は目分量で折っていくとちょっとずれてきてしまうこともあるので、1センチなのでここに2センチのところに線を引きます。1センチ折りたいときは倍の2センチのところに線を引いて、でこうその線まで折ってアイロンをかけていきます。そうすると綺麗に1センチに折ることができます。で次ここ 3.5 センチですね。なので今度は7センチのところに線を引いて、これ今使っているのはチャコナーというあの粉状のチャコの粉が入っている便利な道具です。削らなくてもいいのでずっと使っています。で7センチのところに端を合わせて折ると 3.5 センチに綺麗に折ることができます。両方とも同じようにやっていきます。次に縫い合わせていきます。中表に合わせてさっきつけた合印を合わせてピンを打ちます。ここは11センチですね。でこのマチの分を5センチ折り上げるんですけれども、印で上げてもいいし、きっちりやりたい場合はここ10センチ、5センチの場合も10センチのところに線を引いてこうやって5センチのマチを折り上げます。でピンで固定して、ここを縫い代1センチの幅で返し縫いをして最後返し縫いで終わるという風に縫っていきます。分かるように印をつけるとこういう感じになります。最初と最後返し縫いをします。縫い終わったら縫い代を割ります。中にこういったものを入れたり、ない場合はタオルなどをこう折りたたんで中に入れるとアイロンがかけやすいです。でしっかり縫い代を割ってこの状態にしてください。でここ縫い代1センチなので 0.7 から 0.8 ぐらいの幅でステッチをかけて縫い代を留めていきます。と分かるように赤いペンでちょっと汚いですが書きます。とこんな風に縫っていきます。ここから縫ってぐるっとコの字に縫っていきます。
針を落として返し縫いをして、で角まで来たら角に針を落とした状態で押さえ金を上げて90度布の方を回転させて押さえ金を下ろして縫います。でこの部分は力がかかるので丈夫なように返し縫いをします。でまた角に針を落として回転させてここを縫っていきます。最後は返し縫いをします。縫い終わるとこんな感じです。でここを折っていきますが、さっきちゃんと折ったのでここではアイロンでもう一回整えるだけで大丈夫です。したら始めと終わりとあと真ん中ぐらいに1箇所ぐらいピンを打ってここを縫っていきます。この端とこの上から1センチのところを2本縫います。返し縫いから始めてこの折り目の際を縫って返し縫いをします。で上の端から1センチのところにもう一度ミシンをかけます。この間に紐が入ります。で余計な糸を始末してアイロンをかけて紐を通します。紐はこういう紐通しを使うと楽です。これ紐の長さは今回余裕をちょっと持って75センチにしてますけれども、この平らにギャザーを寄せないで平らに置いた状態で、でこの結び目が作れる長さがあれば大丈夫です。もう片方も同じように通します。はい、出来上がりです。隠し待ち、折り待ちですねがついたものになります。とてもアイロンがけとかも楽なので作るのも簡単でおすすめの形です。とまた今度違う形もご紹介したいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。参考になりましたらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。